三国史は日本の大衆小説作家吉川英治による歴史小説。新聞連載小説として戦時中の1939年から1943年までほぼ4年間連載され戦後に単行本として刊行され絶大な人気を博した。基本的なストーリーラインは中国の歴史小説三国史演技に従いつつも特に人物描写は 日本人向けに大胆にアレンジし、今日までの日本における三国史関連作品へ、多大な影響を及ぼした。吉川英治は、少年の頃、久保天水役の演技、三国史を愛読し、深夜まで読みふけるあまり、たびたび父に、早く寝ろと叱られたことがあったという。昭和2年には、放置新聞に連載小説、江戸三国史を執筆。 内容的には三国志には全く関係ないが、あえて題名に三国志をつけており、作者の愛着がわかる。幼少時から三国志好きであった吉川英治にとって、自ら三国志ものを執筆する契機となったのは、昭和12年7月に勃発した日中戦争である。開戦翌月に吉川は東京日日新聞の特派員として、天津、北京などを歴報した。 帰国後離婚、再婚を挟み、翌年には再び、ペンの舞台として中止な派遣軍に従軍し、長江を遡り、観光作戦に従うなど、再度中国各地を旅歩いた。この時に、大陸の巨大な風土と悠久の歴史の流れに胸を打たれた吉川は、三国志執筆への意欲をかき立てられていく。これらの体験は、本文冒頭の黄河の流れの描写などにも、 生かされている。なお、吉川英治は原点である、三国志演技のみを原作として執筆したのではなく、湖南文山の、通俗、三国史をもとに執筆していると思われる。なお、通俗、三国史は今日知られている原点の、三国志演技ではなく、それよりも古い形態であるいわゆる、李ー語評本系を定本としたと考えられており、原点にはないエピソードの中には、 現在の原点では削除された古い形態の流れを、組むもの部分も存在している。三国史は、新聞連載小説として、中外商業新報などで、昭和14年8月26日付にスタートした。連載中、太平洋戦争が勃発したが、連載は続けられ、吉川は連載中の昭和17年には3度目の、訪中で、河南地方を旅行している。 昭和18年9月5日付で連載が終了した。小説全体は以下の10巻から構成される。連載終了後、三国志は複数の出版社から単行本として刊行された。まずは第二本郵便会講談社から昭和15年に出版され、その後昭和31年に弟である吉川進が務めていた六教出版から10巻本が刊行されている。 なお、没後50年を経て様々な版元で刊行されている。講談社からは、初版以後、吉川英治全集全4巻他様々な形態で刊行された。文庫本では、昭和50年に吉川英治文庫78巻から85巻、後に講談社文庫全8巻でも刊行、通勤、通学途中など、手軽に読まれ、多数重版された。 1989年にリニューアル版の吉川英治歴史時代文庫33巻から40巻が刊行された。この歴史時代文庫版では用語の解説も挿入された。これら文庫版は全8巻立てのため上景の巻の区切りが各巻の途中で切れている。2008年に映画レッドクリフの公開に合わせ、講段社文庫で 真相版、前後巻が出版。従来、約2巻分が1巻となり、途中での区切りはなくなったが、本編のみで、序と偏外予録は、削除されている。六教出版も、昭和31年の初版以降、様々な形で出版されたが、すべて巻の構成に合わせ、全10巻である。また新聞連載時の雰囲気を伝えるため上下に、分割に組み割りされており、 解説、用語説明などはない。昭和50年代の新相版以降、各巻の背表紙に、往来則義による武将イラストが描かれ、早朝な想定になっている。最終版は、平成2年に刊行された新相決定版に倒産。現在は1万年度を出版で刊行されている。新潮文庫版も巻の構成通り、全10巻。 2013年2月より9月にかけ、観光。仲介と武器などの解説イラストを挿入している。全館に、渡辺義弘解説と、物語地図、年表。表紙イラストは、長野剛が担当。文庫別館で、三国しなびが2014年2月刊行。吉川は、ジョデと記しており、原作や役所にこだわらずに、吉川英治流の味付けで、 日本人向けに物語を描くことを宣言している。演技冒頭第1回の劉備、関羽、張飛3人による登園の誓いも、原作ではあっさりと3人が、意気統合して、すぐさま義兄弟となるのに対し、悩む青年劉備と、黄金族にさらわれた美女大鳥不要との恋心、怪力の兵卒、張飛、学童師匠の関羽と劉備の剣母との交流など、 大胆な改変を行って三兄弟の人物造形を読者に強烈に印象づけている。実際に三人が偽兄弟の命を結ぶのは第一巻が半分ほど過ぎてからである。冒頭の三兄弟に関しては完全に吉川独自の物語となっている。また、それまでは悪者として捉えられていた曹操を人間的な魅力を増して描き、 単なる敵役ではない人物としての存在感を与えた。本作における曹操は、関や長雲など優れた才を持つ武将を連母し、通列な敗戦に勝利する一方、史上鮮やかに譜を読む、実に豊かな人間性を持った人物として描かれている。変外余力で、吉川は、曹操は、詩人、広明は、文豪との表を下している。中国に比べ、 日本に曹操犯が多いのも本作の影響が大きい。一方、原作の演技にしばしば現れる妖術、魔術などの超人的な描写は排除している。黄金軍の超宝が使う妖術は地形や天候によるものだと劉備に説明させ、孫作の晩年を脅かした浮地仙人や曹操を悩ませた左字などは幻覚のもたらす錯覚として描く。麒麟や 法王出現などの随調も、統一方に現れたのではなく、これら重臣たちの額体と額体の間から出たものらしく、思われると片付けている。三国史最大の見せ場となる石壁の戦いの重要なキーワードとなる、東南の風も、原作では広明が、同志服を着て祈ることで吹くことになっているが、本作では毎年この季節に1、2日だけ吹く。 貿易風の存在を広明が予測していたとしている。また、竜安が自分の妻を殺して、劉備に肉を提供したエピソードなど、日本人の感情では理解しづらいと考えた箇所については、物語中に読者へと語りかける欄を設け、削除しようとも考えたが、あえて悲願の民情の相違を読み知ることができ、日本における8期の差の現在門と、 最夜寺ときゅりのエピソードと同様であると読者に直接解説している。なお、演技は全百二十回で、儀、呉、諸国三国が真に統一されるまでを描くが、諸葛公明を後半最大の主人公と位置づけた吉川は、広明の死後の物語は花肌教師に劣るために、省略し、後書きとも言える、偏外余ろでわずかにあらすじをなぞるのみとし、最後は三国は、 新一国となった、と占められる。長が、作品中三度も戦死していたり、島後随の名を誤って、孫水、道章を、路正と表記するなどの間違いも散見される。また加去厚紙の読み仮名は、加古順と振られているが、これは当時までの演技作品でも、順と読まれていた名残である。尾崎秀樹は、吉川、三国史は、新たな、日本版の、 演技でもあると評している。諸葛亮の詩で物語全体は集結するが、その後で作者自身による解説とも言うべき、偏外余力が記されている。諸葛孔明への位置づけや日本人の広明に対する思いを自由に綴った諸葛祭、広明死後の動向をあらすじでまとめた五色三十年、義から進むまでがある。この中で吉川は一口に言えば、 三国史は早々に始まって、広明に終わるに大英傑の成敗争奪の後を除した者というも差し支えないとカッパした。読者の中にはそれまで、劉備、関羽、張平を主人公と考えていた者も,も多く、この私的に面食らう向きもあったが、おおむねこの吉川の主張は受け入れられている。本作の影響力は非常に大きく、 その後の作家が書く三国史小説も多かれ少なかれ、吉川作品を意識したものとなった。中国文学者の中には、吉川の三国史は変に、日本人向けにアレンジした小説であると顔をしかめる、向きもあったものの、その影響力及び普及力は広く認められた。中国文学研究のタと吉川光二郎は1962年に、演技ではなく生し、 三国史をもとに、三国史実力を発表、曹操の再評価をさらに高めていく。また、1968年の柴田連三郎による、柴連三国史英雄ここにありでは、劉備に若い女性辞路不要が従うなど吉川の影響が見られ、さらに本作よりも早く、諸葛亮が水史の表を上奏するまでで終了する。その後も、聖史、三国史をもとにした。 陳春心による、日本三国志、北方建造、三国志をはじめ、日本で刊行された、三国志小説には、諸葛孔明の詩で物語を終演するものが多い。横山光輝による、漫画、三国志六十巻は本作をベースとした作品である。横山は、中学生の時に、学校の図書館で本作を読み勘銘を受け、また弟が、 大学受験の頃に本作を読んで面白かったと呟いたのがヒントとなり、三国志の連載を始めたという。冒頭部の不要姫のエピソードなども本作からそのまま撮られており、全体として吉川三国志の漫画家といえよう。単行本題一巻は1974年にしを出版社から出版され、一時中断を挟みながらも1986年に、 全60巻が完結した。大人向けとして書かれた本作に対して、子供に三国史の世界を伝える役割を果たし、日本の三国史ブームを加速させた。公営から発売されたコンピュータゲーム三国史シリーズもブームに貢献したが、シリーズ2作目の三国史2では、不要悲鳴や加工順の読みなど、本作の影響が見られる。 また1982年から2年間放送された NHK 人形劇三国史はストーリー的には本作の影響は少ないが、やはり諸葛孔明の死をもって物語を終える構成となっている。三国史霊一女、新磁進化の青空文庫、三国史霊二桃園の巻、新磁進化の青空文庫、三国史霊三軍生の巻、新磁進化の青空文庫、 三国司令四総毛の巻、新締進化の青空文庫、三国司令五新道の巻、新締進化の青空文庫、三国司令六広明の巻、新締進化の青空文庫、三国司令七赤壁の巻、新締進化の青空文庫、三国司令八暴食の巻、新締進化の青空文庫、三国司令九都南の巻、新締進化の青空文庫、三国司十水師の巻、 新締新華な青空文庫、三国志十一五上限の巻、新締新華な青空文庫、三国志十二変外よろく、新締新華な青空文庫、ありがとうございます。